ソロモン・ロゾフスキー、1926年頃ソロモン・アブラモビッチ・ロゾフスキー、3月28日から1952年8月12日は、ソビート連邦の労働運動家、政治家、日ソ中立条約調印に立ち会うロゾフスキー。右へ、外相、モロトフ、当書記長、スターリン。署名するのは、日本外相、松岡洋介。 1941年4月13日、モスクワ。ロシア帝国、エカテリノスラフ県の村で、ユダヤ人の教師の子として生まれた。1901年、ロシア社会民主労働党に入党。1905年、火山での労働者放棄を指導して、投獄されたが、フランスに逃れ、パリで労働運動を指導。1917年、ロシア革命後に帰国して、 全ソビエト労働組合中央評議会初期。1920年より赤色労働組合インターナショナルの創立に参加。1921年7月の第一回大会でその責任者となり、1939年に解体されるまでプロフィンテルンを指導した。1927年ソビエト連邦共産党中央委員候補。コミンテルン執行委員。 1939年から1946年、極東関係担当の外務人民委員代理、1941年から1946年、ソビエト連邦情報局総裁代理、1946年度総裁を歴任した。1949年、シオニストの陰謀事件に関与したとして逮捕され、1952年8月12日に処刑された。 スターリン批判後、1956年に名誉回復された。労働組合運動に関する著作が多く、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、セルビア語、ブルガリア語、トルコ語、日本語、中国語、マレー語、ギリシャ語、ルーマニア語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語などに翻訳されている。ありがとうございます。